どうも、レトロゲーム TV 司会のコアラでございます。今回はですね、ゲームセンターで UFO キャッチャーやってきたんですけど、そちらの方でたったの100円で手に入れたゲーム機がございますので、そちらの方を紹介したいと思います。そのゲーム機こちらになります。いろんなゲームを詰め込みました、ゲームポケ。こういったゲームって昔からありましたよね。よく言う LSI ゲームってです。昔の時代でしたらゲームウォッチだったりとか、皆さんご存知たまごっち、あれも LSI ゲームです。それね、デジタルモンスターだったりとかね、僕の時代で言えばね、ポケットピカチュウだったりとかね、ドラゴンクエスト歩くんですなんていうね、 LSI ゲームもございました。僕はね、昔ね、こういうカード型のね、ゲゲゲの鬼太郎のね、LSI ゲームね、この辺ね載せてると思うんですけどね、これを持っていました。こういったテトリスとか入ってるような LSI ゲームってよくファミレスとかに1000円で売ってたんですよね。今でもあるのかな。じゃあね、アップにして説明していきたいと思います。まあこんな感じです。外観はこんな感じかな。でね、まあ見た目はね、PSP のパクリだな。まあちょっとしょっぽいね。100円だからしょうがないかな。裏にはこのような説明が書いてあります。まあ操作方法、こんなのはまあどうでもいい、どうにかね直感でできるでしょう。で、ゲームポケットね、書いてあるね。ね、見た目はね、でも全部プラスチック。ね、液晶の部分があってね。まあ、チャッチ。これね、電池入れないと動かないみたいなんで、ちょっとね、電池の方を入れてきます。電池を入れてきました。裏にね、ここにネジが止まってて、ネジをね、外さないとね、電池が入れないっていうね、くっそ不親切なね、設計だから、まあ、注意してください。これをゲットした人は。ね、やろうとも思わないかもしれないけどね。あ、これが電源だ。そうそう、このね、なんとも言えないね、しょっぽいね、音楽が流れるんですよ。あ、これでね、ゲームを選ぶのかな？何のゲームだかわかんねえな。ゲーム何個あるんだろう？ 20、21、22、あ、20、22個あるのかな？この中適当にね、1個だけやってみようかな。何倍にしようかな。これテトリスっぽいね。これはね。テトリス数多いな、テトリス。え？これもまたテトリスじゃん。え、これもテトリスだ。これもテトリス？あ、テトリス8個もあるじゃん。なんだよこれ。すげえ数稼いでんな。これがインベーダーゲームっぽいね。インベーダーゲーム面白そうだね。じゃあこれやってみようか。どうすんだ？これか？あ、始まった始まった。ね。こう、こんな感じだな。え、なになに？あ、うわ、くっそ、つまんねえな。なんだよ、これ。うわ、面白くねえ。なんだ、これ。超つまんねえな、これ。なんだよ、これ、あ。はい、もう終わり終わり。はい、終わり。俺ね、この10番が気になるんだよね、10番。ちょっと10番行こうか。これね、これ何のゲームだろう。これやってみようか。あ、これレースゲームだ。ぶつかると爆発しちゃったやつじゃないかな。あ、これ、うわ。こういうの昔やったからね、ちょっとこれは面白いかもしれないね。なあ、なんこれ。聞かねえぞ、これ。ちょっとボタンの効きが悪いんだよね。うわ、くっそ、つまんねえな、これ。もういいか。やめようか、これね。しょうもねえゲームだな、これ。つまんねえ。なんだ、これ。終わり、終わり。ね。もう終わり。ということですね。今日紹介したのは、ね。ゲームポケ、クソつまんねえゲームばっかでね、電池の無駄遣いだと思うんでね、まあ好きになった人だけやってみてください。あとね、ところどころね、結構液晶に傷入ってるから、ということでゲームポケでした。またね。な、実はここだけの話なんだが、下の登録ボタン、これをクリックするとエッチな動画が見れるらしいぞ。だから押してみよう。